最初はグー、チョキ、おい、どっちからどうぞ。これはあんまり。クイーンザフラッグ。ブルドラゴン。ブルドラゴン。スタークです。うん。俺と同じや。500円デッキに毛が生えた感じだよね。はい。スイッチはね。なるほど。でも意外とやっぱね、丸めた構築が強かったりする時もあるからね。ああ、動画で見たわ。全然勝てない時ある、うん。普通にパワー6000とか普通に強かったよ。チャージアンドドロー。バニラの。いや、こう。あ、出た。アタックフェイズ。ほら、打撃さんとか普通に強くねって思うでしょ。俺ほとんど打撃。打撃さんドラゴンフォースしかいねえ。ドロップ。これは破壊された時2枚ドロップに置きライフプラス1。なるほど。ああ、なるほど。普通に強いんだよ。いや、俺のあのバディの方がまだいいと思う。今日考えるよ。考えるよ。チャージ&ドロー。ああ、なるほど。で、ゲージ1。あれ、ゲージ。ああ、そうか。結構ね。それできないっす。うん。デッキに入ってるやつなんです。オールデンバリーチャンピオンズ。高いよ。で高い、連携してるからね。やっと、そのまますれば。はい、そのまま来ました。あんまり押してないで。そのデッキに俺勝ったけど。ちょっと多分大根ないと思うんですけど、そのまま。キラキラっていうかな。微妙なんだよね。最近これに負け続けてるから。なんだよ俺これ打撃3がドラゴンフォースとさっきのやつしかないから。まだ丸めた構築の方がいいかも。しかもこれもう 100% 芸術使うから。ああ。そこがね、ちょっと。うん、そうだね。このデッキは。ディスウィザードと、さっきイラストのガイドと、なんだっけな、あいつ名前忘れたわ。今チャージするやつ。なんだっけな。あ、そう、こいつと、こいつ？この4枚しかね、ゲージ使わない。あとは全部ゲージ。きついね。そうだ、これコールしたとこだ。コールして、あ、バッサリカットかで、コール。こいつ強いね。登場した時ドロップゾーンのアイテムを手札に加える。今偶然落ちたんだね。じゃゲージ1装備で、連携した時ゲージ増やすマン。なるほど、俺も読みながらやってみよう。じゃあまずは4000か。連携しないと効果出ないからな。どうしよう。ゲージ増やす。いや、まずこれ単体でこれでいいや。よし。お。6000。
で、交換する。で、2枚。お互いのデッキから2枚取る。2枚置き。で、そっちのライフはプラス1。はい。あ、痛い。で、連携4点。で、連携したときゲージ増やしますと。連携4点。じゃあ、なるほど。痛い。それ痛いんだね。アタック、バラしてアタックすれば2点取ったかもしれないってね。OK です。エンドです。こいつ対抗で、なるほど。対抗で対応力をパワーアップさせる効果がある。いいですか。うん。打撃力を上げるだけの効果かな。あ、これ結局さ、手札増えないんだよね。手札をコントロールはできるけど。入れて捨てるだからね。モンスターを破壊したとき2枚、なるほど、普通に6000パワー、普通に強いね。コール、じゃあアタックフィーズ、そいつ防御力は4000。4000狙うつか、こいつでここ考えるよ。これは整理マリアね、防御力戦か、うん、じゃあこいつにアタック、オッケー、ファイナルフェイズ、うおっと来た、はい、ゲージに支払くて、はい、払っバディーコール、バディ必殺コール、バディ必殺コール、あ、で破壊でコール、はい、でゲージに払い登場した時相手のモンスター破壊、効果破壊か、それは防げない、うわ結局、はい、そう、反転はこれもらうか、はい、最後ドロー、チャージャンドドロー、ちょっと考えます、考えます、ゴール、で、うーん、いいか、普通にゴールでいいか、で、登場した時回収なんだけど、まあないっすね、アイテムを回収と、パワー6000なんだな、アタックフェイズ、連携したらゲージ増やす、こいつも連携したらゲージ増やす、だからここで連携8000、真ん中で連携した時ゲージ増やしますと、これも連携した時ゲージ増やします、で、そっか間違ったかな、そっか、ゲージ増えるんだったら、じゃあ2点ファイター行きます、ファイナルフェイズ、3ゲージを払ってここかな、いや、ここだ、に必殺コールで、登場した時アイテムをスタンドし、そのアイテムはファイナルフェイズでも攻撃できるという効果です、じゃあ2点ファイター、うん、バラ、出してあげます、で効果発動します、ゲージ1払ってこのカードドロップに置くと対応量の打撃をプラス1、だから今3点ファイター、うーん、今ドロップ何枚ありますか、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12枚、嘘つくわ、えっ、ー、はい、ああなるほど、見てないでしょう、あ、入れてるんだ、エンドです、ドロー、ちょっと待って、バニシングデスホール入れてるんじゃねやばいね、入れてたら終わるね俺予想つくわ、来たら終わるね、もう現状12枚ってことはもう、まあ現状ぴったり6点無効化されないだね、ただ入れてるかどうか、俺ちょっとやっぱ慣れてないわドラゴンフォース、これ装備できたんだよね、ゲージ増やす効果を把握してれば装備できてた、ゲージ1払ってライフ1払って、うん、装備、あーやっぱりイエルサイズ、あ、それ強いよね、で、まあ3点の2点、まあ現状5点通せる感じ、ゲージ1払ってキャスト、ラックスラッシュ、お、なんだこれ、相手にダメージ1で相手のドロップゾーンが10枚以上なら相手に3点3点でいいの、3点受けて、
あ、4ダメージ1も、ああもうダメージも1もか、おかしい、うわやばい、これこれ怖いね、いきなり4点通るってこと、これ最初のできないやつ、でも代わりに相手にダメージ3だから ダメージ3だよ、あ、うん、代わりにって書いてあるから1の代わりに3 じゃあ、うん、アトックフィーズ、うん、アトックいやーあーあーはいアトックベシベシありがとうございました、ありがとうございました、ちょっとこのカードですよね、これでも3点飛んでくの怖いよ急に、これあー3点か、うん、DSD さん、お最初のデッキに入ってるやつだ、俺あんまりおすすめしないの、うん、でも3点で決まるって時にはすごい強い、やっぱりドラゴンフォースは何、チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします、あなたが爪を出たて